はい、レオンチャンネルです。今回紹介するのはこちら。ガシャポンなりきり全開ジャー01と全開ジャースイング01です。はい、いつもの定番の戦隊のガシャポンスイングとこっちが1回300円で1回200円のガシャポンなりきりアイテム。自力は厳しそうだなと思ったので Amazon でコンプセットで買いました。ガシャポンなりきり全開ジャーの方が全6種類でディアトリンガーがそれぞれ付属のシールが違うんですけどハンドル回転 があるってことでしかもギア連動やばくないさらに全カイザーエンブレムで04が全カイザーギアバックルスイング5番がジュランガオーンさらにマジーヌブルーンの全6種類そしてスイングの方が全5種類でこれは全カイザーの5人がラインナップされておりますでは両方ともレビューしましょう。 まずは、なりきりの方から開けていこうかな。あ、さすがの、いつものギアシリーズ的なアイテムは、クオリティ今年も前回な感じですね。で、ここが、開くんだよね。うーわー。ガトリングを取り付けて、ハンドルはクリアパーツだ。で、おー確かに、連動してる。すご。あとはギアが、 ジョイント付きのものが2つ入ってて、なるほど。シールを選ぶんだ。センターギアのこのシールが違うバージョンと、あとは、エンブレム大きくていい。これで200円か。あ、これは、これは、胸にはめるものなのかな。T シャツの襟部分とかセンターギア型のスイングと、 と、さらにバックルと戦体ギア型スイングがセットになったやつ。じゃあまず、これ貼ろうシール。てかシールがまあまあ多いっていうね。はい、5分ほどでシールを貼り終えました。キック こう、お枚数多いのと、割と貼りづらい箇所が多くって、普通にちょいとシール貼りは難度高めかも。とはいえ、シールを貼って、この出来上がった見た目は、小さくしたデラックスと言っていいほどの、めちゃくちゃよく出来てる見た目。ってことで、リアトリンガーを全体、ぐるりと、見回すと、こうですごくないこの出来の良さ。 デラックス版と比較しても色の足りないところというか、そういうところは全部シールで表現でガトリング部分なんかも5色入ってますからね。もちろんサイズは小さいですが、200円赤字だろっていうレベルのクオリティ。で、ここがハンドルの回転と連動してガトリング部分が動きますし、ここは逆回転もいけますね。どっち回転でも OK だ。 小さいながらもやばただアーツとかに持たせるには逆にちょっと大きいぐらいなんですよねそしてギアが2つ入っててシールは4種類の中から選ぶ形になりますので今回は全カイザーのヒーローサイドと機械サイドにしましたってことで全カイザーをここに置くんじゃなくて差し込みこれひっくり返しても外れませんからで蓋を閉じて

セットして、蓋閉めずに回転いきますかほら、こんな感じで、どっち方向にも回転しますよ。機械サイドとヒーローサイドの両方で楽しむことができるし、これが01番で、02番の方は、ギアのシール以外は全部同じになりますので、これ外せないな、普通には。もう一つの方は、ブルーンとマジーヌを選びましたので、 セットして、ブルーン、前回ブルーンの変身遊びだったりとか、マジーヌの、あ、ちなみにジュランも01番の方についてますね。はい、マジーヌの変身遊びなんか、チェンジ前回みたいな、そういうこともできます。 そして次が全カイザーエンブレム。これも立体造形で胸の部分にあるこのエンブレムを模したアイテムですね。すべて金塗装で成形色じゃないんだ。ちなみにセンイデギアと比べるともう一回り大きいぐらいのサイズ感。まあこれは胸周りにつけなくてもクリップ式になってますから好きなところにサクッとはめておいて OK と。 面白いアイテムだなぁ。残りはスイング3種で、戦隊ギア型のものですね。これは2個1セットになってて、マジーヌとブルーンのセットをこのようにボールチェーンもついてて、スイングとして楽しめますし、両面ともゴールドの塗装仕様だ。そっからシールでヒーローサイドと機械サイドが表現されてる感じで。 実際の戦隊ディアと比べると、二回りぐらい小型めになりますが、1回200円で、2つの戦隊ディアスイングが、2個1セットになってるとか、良心的。で、もう一つが、ガオーンとジュラン。現在、全カイザーも合わせて、この3人戦隊ですからね。で、これも、メッキじゃなくて、ホロシールで、 船体部分は表現でゴールド塗装プラス、後ろも、ホロシール。そして、ゼンカイザーだけバックルセット。もともと、このバックル自体ゼンカイザーしか使ってませんからねで。45番のシールがあって、裏は機械サイド。これもシルバーとゴールド塗装でよくできております。スイングになってて、パカッと開いて収納とかそういうものはありませんね。じゃあ次はスイング行きましょう。 こっちは1個300円。では、それぞれ見ましょう。まずは、全開ザー。ギアトリンカーも無塗装とはいえ、造形細かいもの持ってますね。はい、全体ぐるっと。 と、見回すと、こうで、サイズはいつものスイングサイズって感じで、戦隊ギアの高さとちょうど同じぐらい。でもさ、胸周りのレインボーカラーとか、割としっかり塗り分けられてますね。直立じゃないのがいい。さらに、前回、ジュラン。ジュラン本編だとさ、 ちょいちょいステップ踏んで陽気な感じだし、おいちょ待てよとか、よろしくおとか、キムタクっぽさ全開っすよね。そしてこの部分とか、ナンバー部分とか、全部塗り分けられてるじゃん。すごいな、これ。ちゃんと恐竜の顔もあるし、こりゃ1個300円なわけだ。ここはさすがにメッキとかは省略されてるか。ガオーンカジユウキさんが声やってらっしゃいましたけど、 ほんと、エレンとは全然違うよね。可愛い感じ、ガオンは。まあ、そもそもモフモフした可愛いもの好きですもんね。え、これもすごいな右手ちょっと開き手になってて、で、左手握り拳になってて、25番のマークがありつつ、グレーの部分は成型色で、それ以外は塗装で塗り分けと。 おおよそ似てるスーツ造形の二人並べるとこんな感じで。いや、よくできてる。これはさ、そのうち変身前の通常の機械ノイド状態とかも発売するのかな。そして、ブルーンですね。現状は敵側の基地のお掃除屋さんですけど、基本みんな戦闘員でじゃなくて普通の一般市民の機械ノイドが変身っていうのがいいですね。これも造形盛り盛りだな。 え、やばくない塗り分けも含めて。はい、前回、ブルーンでしょ後ろまでちゃんと塗られてるからね。そして、前回、マジーヌ。マジーヌはこれ、武器持ってんのかドラゴンの尻尾部分が杖になってるわけか。はい、29番のマークなんかもしっかり塗り分けられておりますし、ドラゴンの羽になる箇所なんかも造形入ってますね。 って感じでこれは基本どれが出ても当たりなんじゃないかな並べてもちょうどサイズなんかもバッチリ同じでどのキャラクターも非常によくできてると思います特にジュランいいな以上「機械戦隊全開じゃーガシャポンなりきり全開じゃー01」と「ガシャポン全開じゃースイング01」の紹介でした